皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日はハロウィンということで、仮装をしていきたいと思います。急におじさんの声入るはい、今日は何の仮装をしていいかというと、こちら、アラジンのジャスミンの仮装をしていきたいと思います。イエイイエイじゃあまず、もうちょっとさっきね、潜在写真的な写真を撮ったのでメイクはしてあるんですが、この上からもうちょっとジャスミン風のメイクをしていきたいと思います。ちょっとなんか黒いラインの結構強めの気がしません？ジャスミンね。むずい。これ化粧しながら撮るのむずい。でもあんまりさ、黒くしちゃったらビジュアル系ファンドみたいにならない？大丈夫？鼻のとこにこう人間つける。黒のあれないんだよね。あれ、これで引いてみる？あ、うん、なんかね、前に黒くするだけで全然違う。違う。右と左顔違うよね、今ね。すごいね。全然何も足りないんだけど、何足りない？何にしたら近くなる？ちょっとこの写真じゃない写真ないの？なんであるんですか？いや、今回ディズニーが出してる車椅子につけると仮装できますみたいなグッズがあって、それが今回アラジンだったんだよね。なんか昔はシンデレラとか出してたみたいだけど、今回アラジンだったので、アラジン魔法の絨毯だったので。絨毯？そう、全然開けてないけどえ、開けてないえ、まだ封さえ切ってないまま持ってきちゃった。蓋に入れてるけど大丈夫？なんか、多分そのぐらい入れた。なんか高くなったな。高くなった。すごいすごい。すげえ。そう、化粧ってすごいね。あれになってない、帝王、悪魔なんちゃらの人。石末？そうになってない。でも写真だとなんかほら、奇跡のさ、あれあるじゃん、ロンドンハーツのやつ。あれってめっちゃすごいよね。フラッシュ撮れた瞬間っていうかさ、何も映してない瞬間さ、もうお化けみたいにみんな撮ってるの知らない？あれやばい。この顎のラインとかね。そう、引っ張って。知らないの？もしかしてロンドンハーツの。なんかバスローブのやつ？そう、前見たことある。あの感じか。はい、じゃあまず上を着替えていきます。よし、靴脱ぎます。靴脱がして。お、え？靴。先靴脱ぐ。はい。ちょっと待ってね。あ、でも似てるじゃん。勇者様みたいなんだけど、ちょっとえ、それどっち上？そっち逆じゃない？え、こっち上？どっち？どっちもどっちで勇者様みたいなんだけど。海賊みたい。いらない？え、いるよね。ちょっと待ってよ。そしてさ、頭回んない。頭入んないこれ。なんで？ねえ、頭入んなくてさ。どっち上？え？それであってはいると思う。どっち上？逆は？巻かない？ここで止める？こう。ああ。ね。の方が可愛いかも。ピンあるし。はい、そうです。ディズニー公式で売っておりました。やらか。へえ。ベルトっぽい。紙じゃない。あ、すごい。でもちゃんとしてるね。何回も使えるってことですね。何回も使える。これをだってさ、自分で作ろうと思ったら作るの大変じゃない。ああ、こういう感じ。ここからはアフレコ多めでやっていきます。まずはふにゃふにゃなので付属の芯を入れていきます。あとはフェルト生地なのでマジックテープで車椅子と固定をしていきます。アームレストがあった方がつけやすい感じではあったので、アームレストがない車椅子だとちょっとつけるのが大変なのかなと思います。まあ、私の場合もこれは車輪につけたので基本的に自分で動かすっていうことはできずに、もう写真撮るだけのためにつけました。ただアームレストにつければ車輪がちゃんとしっかり回るので、それぞれでしっかり工夫してできると思います。ちなみにもうこの時点で実はちょっとお腹がギュルギュルなってて、もうすごい、あ、やばい、うんち漏れそうみたいな感じで、これから撮影に挑むという流れになっております。うん、ジャスミンってなんかそんな感じ、こうなんかちょっとそう飛んでる感じ。見てください、ジャスミンですね。もうこれがお腹痛くてうんち我慢してる人とは思えない、このプロ意識。そっち。こんなんないよね、ナマステね。ジャスミンの手のポーズが分からずナマステになっちゃいました。もう気になって YouTube の撮影なんか忘れて、ほらもう嗅いでる、うんち漏らしてないか、もう嗅いでるの、もう鼻に指突っ込むほど嗅いでるの。もう本当にお腹ギュルギュルで大変でした。顔死んでる。タイヤに貼ったから自分で動けないから自力で今度は背景を変えて撮影しています。もう私は正気じゃない。もう撮影の時だけ頑張ってるけど、もう私は正気じゃないのよ。今もこっちばっかり見てた。夜のジャスミン、ね、夜ジャスミンお金を拾ったかのように。お金やだ。嫌だジャスミン。まあでも素敵に仮装ができてとっても楽しかったです。ジャスミンが運転しています。すぐがいいかな、いけるかな、まっすぐ。